でされたい方からのですね、まあ、インスタの活用の方法について聞かれてますね。稼ぎ方、インスタを活用して稼ぎ方を、学びたいと、まあ、教材を売りたいとかスクールを売りたいとかですね、そういった方ですね。あとコンサルを売りたいという方も来てますね。まあ、インスタを活用してそもそも教材とかスクール、コンサル、まあやっぱりですね、ビジュアルでですね、アピールできるのが、まあ、インスタ映えって言葉はもうみんな普通に使ってますけども、とにかく、リールとか動画のリールですよね。でインスタ、まあ、画像とかですね、まあ、ちょっとした文章というところで、まあ、ターゲット層がですね20代、まあ、30代前半ぐらいまでの女性が多いのであれば、まあ、インスタはいいのかなと思います。ただ、まあ、インスタもやっぱり SNS ですので暇つぶしで見てたりとかっていう熱烈なファンでなければ暇つぶしで見てる人が、まあ、圧倒的多数ですので見込み客としてはちょっと弱いかなと。なのでサブ的な集客としてですねインスタを使うっていうのは、まあ、一つありかなとは思いますけど、メインにはできないかなと思います。でやっぱり海外移住されたい方が